둘, 셋. 안녕하세요. 안녕하세요. 今日は, 5月1日, 日本の新しい連合になりました。令和おめでとうございます。今日は、私たちが小屋カップルだから、名古屋の名古屋になんか観光に来たら何の食べ物を食べたらいいか、なんか紹介したいと思います。これからよーい、スタート。今日紹介したい名古屋の食べ物はここぐらいあるんですけど、この私の個人的な順位を決めて5位から紹介したいと思います。はい、では、第5位は、5位は味噌カツ。味噌カツか。どこの食べ行ったの、味噌カツは。やっぱりヤマトンですけど、ヤマトンが一番有名じゃない。そうだね。名古屋に来たら、みんなヤバトンで食べると思う。その名古屋には、味噌が有名ですけど、この味噌のソース、甘い味噌ね、ちょっと甘い味噌ですけど、この味噌でソースを作って、このトンカチの上につけて食べるやつです。だけど私にはそういう甘い味噌の味噌ソースちょっと苦手で、なんかトンカチは、ただトンカチで食べたい、だからそれが5位になったけど、なんか好き嫌いが分けるから、一問、だから、もし食べたいと思う方は、ぜひ行ってみてください。韓国は甘くないの、味噌。韓国の味噌、韓国の味噌はそういう、しょっぱい、しょっぱいと思う。となんかそういう味噌ソースとかないと思う。だからそれ値段はどれぐらいかな、2000円ぐらいかな。ヒレとかだと高いよね。ヒレカツとかだと普通にトンカツなら1500とか2000円ぐらいかな。だからそれ、多分なんか名古屋人が好きな理由は、本当になんかあると思うから、名古屋の味噌で作ったトンカチはどういう味かなと知りたい方はぜひ行ってみてください。はい、第4位は、手羽先。手羽先、なんか手羽先は、どういうよりかと説明したら、の鳥の羽、羽の部分を2回揚げて、なんか作った揚げ物だけど、それがちょっとしょっぱいじゃない。確かに、なんかそれが濃いね、味がね。本当になんか美味しい食べ物だけど、これが酒と一緒に食べる食べ物だから。お酒、お酒となんか、だからそれが私たちはあまりなんかお酒飲まないじゃん、だからこの料理だけで食べたら、たぶん美味しいは美味しいだけどお酒飲まないから、3位にしました。4位ね。あ、3位4位にしました。はい、だからそれと、なんか手羽先はどこに食べてるの。手羽先どこに。ヤマちゃん。あ、ヤマちゃん、世界のヤマちゃん、有名な世界のヤマちゃん。もし、なんか手羽、普通の手羽先が食べてみたい方は、ヤマちゃんというチェーン店があるから、あと風来坊とかも有名だよ、だからこの今進めている店はほぼなんか外人たちも、行きやすい店、ね、観光たち、
観光客たちもなんか結構来るから、うん、いてもなんか韓国語とかいろいろななんか天狗でなんか書いてあるから、うん、注文するのもなんか簡単だし、うん、だからいいね、うん、外人さんにはいいね。はい、次第3位は、3位はあんかけスパ。あんかけスパ、うん、あんかけスパはなんか日本の、うん、あ日本のじゃなくて名古屋の、うん、名古屋だけの、名古屋だけだね、うん、なんか名古屋だけの特別なパスタだけど、うん、それなんか私一回食べたことがあるけど、それが、うん、めっちゃあっさりする味かな、うん、なんかそれ、うん、野菜とかハムとかが本当になんか野菜いっぱいだもん、ね、うん、だから私野菜の味とか、うん、そういう味が好きで、でもなんかちょっと、うん、味はちょっと薄かったかも、うん、けどなんか名古屋だけのパスタだから、うん、一回食べてもいいと思う、うん、なんか、うん、結構、うん、好き嫌いが負けない食べ物だと思うから、うん、それが第3位。なるほど。なんか私は食べたことが一回しかないけど、それなんか結構名古屋に観光に来たらなんかお酢とか行くじゃん、うん、だからこのお酢になんかあんかけスパの店が多いから、うんうん、お酢でなんか Google マップで調べたらすぐ出ると思うから、お酢のなんか店、うん、うん、おすすめ、食べて、はい、第2位は、第2位は、うん、一番節。あまりうなぎ嫌いじゃん、うん、骨が嫌い、ちっちゃい骨が、うん、ひつまぶしはなんか本当に簡単に説明したら韓国人にはジャマドッパ、ジャマドッパ意味だ、ジャマドッパはうなぎ、うん、うなぎ丼納豆、うん、の中意味だけど、じゃあうなぎはただ美味しいから、うん、この中うなぎにソースをつけてなんか焼いて、うん、この美味しいご飯の上に置いたなんか料理だから、うんうん、でもちょっとなんか 2位になった理由がちょっと高いから、なんか値段がね、うん、値段が高いから、なんかそれは普通なんか5000円ぐらいするから、うん、だからなんかちょっと簡単に、うん、食べられる、うん、なんか1個で5000円、でもなんかひつまぶしのいい点は、うん、そういう食べ方も、うん、なんか 3個ぐらいなんかあるし、なんかちょっとなんか、うん、確かにでも結構美味しいから、せっかくなんか名古屋に来たら食べてみてください、うん、はい、では最後第1位の発表です。1位は味噌煮込み。味噌煮込みうどん、うん、味噌煮込みうどん、それは、うん、なんか濃いになった味噌カツのそういうソースとか、あソースとなんか違いが、ただなんか味噌のなんか味がめっちゃあって、うん、甘い感じじゃなくてなんか名古屋の味噌を使って、うん、作ったなんかうどんじゃん、うん、それがめっちゃコクあるよね、うん、なんかちょっとなんかはい濃い感じだけど、なんか韓国人に説明したらちょっとなんかちょっとだけど煮とる味がジャジャンの味もなんかするから、うんうん、なんかこうよ黒い麺なんじゃん、うんうん、それ
の味がするから私はいつも味噌煮込みのうどんを食べたら、うん、ご飯入れて一緒に食べるじゃん、うん、それがなんか韓国のジャジャンの味がするから結構私は今は名古屋で食べたのの中で味噌煮込みが一番好き、うん、なんかいろいろななんか天ぷらもあるし、このお店、うん、上にトッピングがいろいろできるからね、うん、それだからそれなんだっけこのチェーン店の名前だから違う、なんだっけチェーン店の名前なんだチェーン店あ、山本屋ああ山本屋だというチェーン店があるから山本屋も行ったら結構ハングルで全部なんか優しく書いてあるから山本屋行ってみてください。それなんか今まで言ったここのなんか店とかの情報はこの下の字で書いておきます。もし名古屋に来る方はこの動画見てなんか気になる食べ物食べてみてください。挨拶するかな。はい、この動画が面白かったらチャンネル登録と高評価お願いします。お願いします。では、1、2、3、ダメと만나요。